をお願いします。弊社株式会社トリドリという会社でですね、2016年設立なので、設立まあ4年半ぐらいの会社にはなるんですけれども、まあ、ミッションがこの時代の担い手にというところで、様々な企業と個性を持つ個人というところをまあつなぐ、まあ、インフルエンスプラットフォーマーというところで活動しております。で、主に個人や中小企業さんの SMB 領域ですね、SNS のマーケティング支援というところと、インフルエンサーと言われている個人の、インターネット上で影響力を持つ人たちっていうところをサポートさせていただくようなビジネスを複数展開させていただいております。のサービス紹介についてお願いします。はい、まあ、トリドリのサービス複数展開させていただいてるんですけども、その中の一つで、トリドリマーケティング、トリドリベースという、サービスがあります。これはインフルエンサーに特化した、まあ、広告の、マッチングサービスあります。で、この2つのサービスっていうところを、まあ、各事業者さんとインフルエンサーさんに使っていただいて、それをマッチングさせるっていうようなところで、サービスの展開をさせていただいております。主に飲食店だったり、まあ、ホテルさんだったりとか、美容の店舗さんだったりとか、物販の通販だったりとかっていうところのお客さんに使っていただいて、今現在、マッチング数が6万件を突破しているというところで、展開させていただいております。この、事例で言いますと、まあ、飲食店さんが実際にこのサービスを使ってくれた事例なんですけど、まあ、インフルエンサーを弊社のサービスで、まあ、こういった飲食店をやってるんですけど、まあ、お店に来ていただけるインフルエンサーいないですかっていうような募集をして、まあ、実際にその募集を見たインフルエンサーが、集まり、実際にサービスを体験してもらって、それを SNS 上で投稿してもらうようなサービスです。まあ、この飲食店さんの PR で言うと、まあ、実際に集まったインフルエンサー189人で、まあ、21人のインフルエンサーを採用して、実際にお店に来てもらうという形で、口コミを投稿を依頼するようなサービスになっています。まあ、実際の成功の事例として、まあ、今コロナの影響がある中で、まあ、飲食店さんに弊社のサービスを実施してもらったところ、まあ、80組の予約獲得ができたというところで、まあ、成功事例も上がってきております。どういったインフルエンサーがこの弊社のサービス登録されているかというところの、まあ、属性、の部分が、男女比っていうところは女性が70%、男性が30%、1万人以上のフォロワーを抱えるインフルエンサーっていうところが50%以上、います。というところと、年齢で言うと、まあ、20代後半から30代前半のインフルエンサーが多いというところで、まあ、アクティブなインフルエンサーが今5000人ぐらいのサービスに登録していただいております。で、導入企業さんの属性なんですけど、大きいジャンルで言うと通販、グルメ、美容っていう領域がすごい、多いというところで、まあ、幅広いお客さんにご利用いただいています。で、弊社としてはですね、今後、ウェブ上でのユーザーの行動が変わってですね、まあ、流入経路が複数増えていくということで、まあ、従来は、まあ、ポータルサイトだったりとか、SEO だったりとか、まあ、集客に対してウェブの対策をしていれば OK だったっていうところから、どんどん、まあ、SNS を見て意思決定をするユーザーが増えていくことによってですね、まあ、SNS の、マーケティングっていうところがすごく今後重要になってくると考えています。その中で、まあ、当社のサービスのニーズも高まっていっているので、まあ、多角的に、まあ、施策を行うというところで、まあ、弊社のサービスを、まあ、利用していただいているというような、形であります。ありがとうございます。ウェブサミットについての説明があったかと思うんですけども、いわばスタートアップのオリンピックっていうふうに言われてるけど、このようなグローバルなチャンスについて、まあ、どんどん進出していきたいっていうふうに思いますでしょうか。そうですね、日本の企業様だったりとか、日本のインフルエンサー向けにサービスの展開をしているんですけれども、まあ、実際その一部海外の企業さんの取り組みだったり、っていうのを説明させていただいていたりですね、まあ、実際に弊社のサービスを使った、まあ、インバウンドのお客さんに対しての SNS でのマーケティングっていうのも実施させていただいてたりしている中でですね、アウトバウンドの需要だったりとかっていうのがすごくあると聞いていますので、まあ、そういった企業さんと一緒にですね、まあ、海外に、まあ、展開していったりですね、実際にうちのサービスっていうのはなかなか全く同じようなモデルっていうのが、まあ、海外なかったりもするんで、まあ、展開っていうのは、今後積極的に取り組んでいきたいというところと、グローバルなサミットっていうところで、
まあ、海外の投資家さんだったりとか、海外の企業さんに、まあ、注目される場所っていうのは、やっぱ日本にとってすごく大事だと思っていますし、僕たちのようなベンチャーにとっても、まあ、すごい、重要な、機会だと思いますので、まあ、そういったサミットにはすごく興味ありますし、まあ、積極的にいろんな会社さんも、参加されるだろうというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい。